フェラーリ348、フェラーリ348、フェラーレ348は、イタリアの自動車メーカーのフェラーリが1989年から1994年にかけて製造、販売したリアミッドシップエンジン、後輪駆動の2シータースポーツカーである。1989年、フェラーリはフランクフルトショーにて348トンビ。 348ts を発表。それまでのフェラーリ308、フェラーリ328から全面的に改良された。その流麗なボディデザインは、前作に引き続きピニーファリーナの手によるもの。大幅に近代化され、サイドの大型エアインテイク部分が、テスタロスサ風のフィン付きに、デザインされていた。テールランプも、フェラーリ伝統の丸型タイプから、 テスタロッサ同様のルーバー越し異形タイプに変更されている。348シリーズの最大のトピックはボディ構造の変更である。フェラーリは長年交換スペースフレームを基本骨格としていたが、348では一部に交換を残しつつも、より一般的なモノコックフレーを採用していた。ただその影響か、フロント部分の車種合成が不足していた模様で、 特に初期モデルのドライバーからは、高速道路で車がまっすぐ走らないといったクレームが多く聞かれた。このため代理店レベルで、ステアリングラックを重いものに交換する、フロント部分にストラットタワーバーを追加するといった対応を行っていたケースも多い。フロント部分の合成不足以外にも、オルタネーターの故障で車が動かなくなるといったトラブルもよく報告されていた。なお、 対策部品として信頼性に富む伝送製のオルタネーターが用いられている。搭載されるパワーアイユニット、K119D は90度、V 型8気筒 DOHC4 バルブの構造を継承。内径 85mm、工程 75mm、3405cc まで拡大され、ボッシュ製モトロニック M2.5 で制御され、最大出力 300PS。 7200rpm 最大トルク 33.0kgfm 4200rpm を発生した。1990年末には制御システムをモトロニック M2.7 に変更し、エンジン形式も回 119G に変更されている。また、348シリーズはエンジンの搭載方法が変更されており、308、328が 横置き式だったのに対した手置き式に変更、重量バランスの最適化が図られていた。また、トランスミッションは横置き式が採用されている。348の車名は308、328と同様、排気量約 3400cc8 気筒のパワーユニットを搭載していることに由来する。そして、それに続く、 T は前日の横置き式トランスミッションであることを意味す、イタリア語のトロスバーサル、B はクーペモデルを表すベルリネッタ、オープンモデルを表す、S はスパイダーの頭文字を取ったのである。日本には1990年に正式輸入が開始された。当時の販売価格は1、650万円。1993年1月のデトロイトショーで、 発表された北米専用の100台限定モデル。33台が TB ベース、67台が TS ベースで製作された。コンピュータチューンにより 312PS、7200RPM を発揮。エクステリアの手直しがされ、ボディカブのブラックがボディ同色となった。またリアエンドのルーバーを取り払い、横長のテールランプを使用した。 1993年2月にフルオープンボディの348スパイダーが追加された。オープンボディになった以外の外観上の識別点は前後バンパー下部とサイドシル下部がボディ同色に変更されたこと、リップスポイラーが装着されたこと、前後グリルにクローム素材のカバリーのランパンで羽馬エンブレムが装着されたこと、フロントグリルが縁付きのものになり、縦の格子が9本。 348トン BTS は5本になったこと、エンジンフードの色が赤になり、348トン BTS は黒。形状も若干変更された。内装は、ドアのデザインの違いとセンターコンソール、シートなどに違いが見られる。1995年、F355 スパイダーの登場に合わせて、生産を終了した。1993年5月に、 3 4 8トン b ts はマイナーチェンジを受け、348gtb, 348gts に名称が変更されている。外観上の識別点はスパイダーを踏襲した。搭載される90度 V 型8気筒 DOHC4 バルブのパワーユニットは強化バルブスプリングや高圧縮化、エキゾースト系の取り回しの変更などの改良を受け、 3405cc の排気量は変わらず、さらに高回転型となっている。ボッシュ製モトロニックは M2.7 にバージョンアップされ、20PS アップの最大出力 320PS、7200rpm、最大トルク 33.0kgfm、4200rpm を発生した。約一年間と大変短い販売期間だったため 348tb。 TS に比べ希少者となっている。また348トン BTS のエンジンフード、車体の下側部分をボディ同色に塗装した 348GTBGTS ルックも存在する。1994年5月、フェラーリ界355が発表されたのに合わせて生産を終了した。イタリアスーパーカー GT 選手権参戦のために、 製作されたホモロゲーションモデル。50代限定生産。コンペティチオーネは、名前の通りサーキットユースを前提としたモディファイが施されている。ホイールの18インチ化は、体型のブレーキローターを収めるために採用され、前後のバンパーと左右のドアパネルがカーボン製に。またインテリアにも変更があり、フェラーリカイ40に採用されていたフルバケットシートを採用。 さらにアルミ製シフトノブ、専用ステアリング、サイドシルのスカッフプレート、パッセンジャー側のフットパネル、エキュのカバーにカーボン素材があしらわれた。完全なレーシングモデルである 348GT、コンペティツヨーネコルサが13台製作され、イタリアスーパーカー GT 選手権ではクラス2のタイトルを勝ち取った。コンペティツヨーネコルサをベースに、 ルマン24時間レースの GT に暮らすように SN97553 と SN98997 の2台のみ製作されたレースバージョン。車重は 1200kg まで軽量化され、エンジンはリストリクターをつけて 450PS を発揮した。ルマン24時間レースでは SN97553 のフェラーリクラブ。 スペインの348リットル M が総合11位、クラス4位で完走している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。